皆さんこんにちは。この動画撮ってる時点ではこの大強化イベント VS 勇気っていうイベントが来てるんですけど、イベント開催期間は1週間ですね、大体で毎月1回どこかで来るんですけど、まあ、これイベント開催期間が8月19日までってなってるじゃないですか。でもこのイベントで得られるアイテムは8月22日の午前4時までになってるんですよ。なんとか工場のお香小瓶っていうやつなんですけど、このアイテムを使えるようになるっていうのがこのイベントなんですけど、始まりの街のこの辺りですね、勇気がいるんですよ、イベント期間に。でこれ話しかけると、まあ、2つの難易度が出てくるんですよ。大強化イベントと真剣勝負で、この上の方の難易度はまあそんな強くないので大体の人倒せると思うんですよ。推奨トータルパワー1000 で下のやつは推奨トータルパワー25万なんでめっちゃ強いんで、ちょっと始めたばかりの人は、まあ、きついかもしれないですね。まあ経験値獲得量アップのアイテムがもらえるやつ、これ勇気倒すともらえるんですけど、それかこのドロップ率アップのお香がもらえるやつか、どっちか選べるんですけど、ほとんどの人がドロップ率アップの方をやります。これですね、このお香小瓶ってやつで、この大体この運気交渉のお香を何に使うかっていうのが問題になるんで、今回はそれについて話していこうと思います。まあ、やっぱ運気向上ということで、まあ、やり込み要素というかほとんどドロップしないようなあの希少ドロップアイテムにお香を使うのが基本です。まあ考えてみたら当たり前なんですよ。だっていっぱいドロップするようなものに使ってもマジで意味ないじゃないですか。そんなのをこんなアイテム使わなくてもドロップするんだしみたいな。まあ、だからあんまりドロップしないやつに使うっていうのが結構基本というか。でまあお香を使う場面って言ったら、まあ大体の人がインテ系、なんとかインテグラル武器って言われるあの装備可能レベルが一番高いやつがこのゲームで一番強い武器って言われてるんですけど、メニューアイテム強化交換生産で、あの武器種どれか選んで一番下の方を行って、でまあ、ページ次のページとかか、まあ、この装備可能レベル101、121、141、161、181とか171のやつですね。101から始まるやつ、まあ、これがなんとかインテグラル武器って呼ばれるやつなんですよ。でこの武器を作るためのその生産素材ですね、なんとかの武装石っていうのがあるんですけど、これが稀に入手できるってここ書いてあるんですけど、本当に出なくて、まあ、これに使う人が多分一番多いんじゃないかなと思います。まあ、あとは冥黒防具って言って、あのカオス透明線ってやつですね。左上メニュー右下イベント一覧でどっかにこれカオス透明線ってこれあるじゃないですか。これ押して OK 押すと、まあ、国鉄級というところに飛んで、でカオス透明線のあんな NPC の前に来るんで、これであの挑むんですけど、これ倒すとこの名称のかけらっていうのがあるんですけど、まあ、ドロップでこのなんとかの名称っていうのがあるんですよ。これもやっぱここに稀に入手できるって書いてあるじゃないですか。これがマジで出ないんで、まあ、出るとほんと100回くらい、まあ、100回200回ぐらい周回しなくて済むみたいなのがあって、でこのカオス透明線は1回1回倒すのがマジで大変なんで、1周回にかかる時間がね長いので、1回でも出るとめちゃくちゃ楽っていう感じですね。まあ、あとはインゴットっていうのはこれダンジョン周回で、あのボスが稀に落とす金属片っていうのがあるんですけど、メニューアイテム強化交換生産でインゴットって進むとこの赤いインゴットがあると思うんですけど、まあ、例えばこれ25層のダンジョンボス倒すとこの回帰路の金属片っていうのが稀に出るんですけど、まあこれレアドロップアイテムなんですけど、これを10個集めるとこのインゴットが1個生産できて、これを武具につけると、盾以外の。あとはモッドのかけら、これもやり込み要素ですね。あの迷宮区ですね、25層以上の迷宮区に行くと、まあ、たまになんかでかいモンスター、普通より大きいサイズのモンスターがいるんですけど、それを倒すと稀にモッド解放のかけら3っていうのが出るんですけど、このモッド解放のかけら3って各武器種にあるんですけど、これを50個集めて1個これが生産できると。でこれを使うとモッドスキルのあの3枠目っていうのが解放できて、まあ、とにかくあの強い追加効果をくっつけられると、まあ、どれも必要なものですね。まあ、あとこの中瓶とか大瓶、あの俺効率よく強くなる方法っていう動画出してるんですけど、やっぱり一番効率よく強くなりたいんだったら武器熟練度の
熟練度スキルっていうのを上げるのが一番いいんですよ。まずはこの武器の知識っていうのを全部の武器で最大まで上げれば、これ一つだけで 5% で、7つの武器盾以外全部上げれば攻撃力が 35% 上昇するんで、でこれ全ての武器で有効だから、これ上げれば常にこの攻撃力がこの分上昇してる状態になるっていうことで、まずはみんなここ最初目指すところで、あとはどんどんねこういう熟達とか極意とかいろいろ上げていくのに瓶が必要と、まあ、そうじゃなくてもこの上の方のね小瓶とか中瓶も全然必要になってくるんで、でこのおこおこ瓶は何に使うのかっていうのがやっぱその人の強さによって変わったりするので、まああれですね、自分が今一番何が欲しいか考えて、でそこに使うっていうのがいいと思うんですよ。武装石が欲しいならそれに使えばいいし、インゴット作りたいんだったらダンジョンで使えばいいし、もっと解放のかけら欲しいんだったらもっと解放のかけらを集めるための迷宮区集会で使えばいいしっていう感じで、でまあこの動画ではいろんな場合に分けて何にお香を使えばいいのかっていうのを説明していこうと思います。まず始めたばかりの人は何がいいかっていうと、まあ、この経験値お香もあるんで、なんか強い敵とか倒す自信本当になさすぎる、マジでストーリークリアしたばっかでマジで何も倒せねえみたいな人は、これ経験値おこを取ってレベリングしてもまあいいのかなと思います。これ使っても、まあ、強い人がなんか集会連れてってくれて、なんか強いやつ倒してくれんだったらこっちのドロップ率の方がいいんですけど、何も自信ないんだったらそういう選択肢もありですね。まあこのドロップ率アップ使ってレベリングしても、まあ、サブクエストでモンスター倒した時に出るドロップアイテムでサブクエスト進行するやつとかもあるんで、まあそれドロップ率上がったりしたり、まあ小瓶のドロップ率、あの階層フィールドのレベリングでもモンスターから小瓶がまあたまに落ちることあるんで、まあそれが出やすくなったり、まああとは10分おきに現れるラグーラビットっていうウサギのモンスターですね。まあそういうウサギのモンスターから出るあのラグーラビットの肉ってやつがあって、これも一応希少ドロップで50層のアルゲードで売ると、あのエギルの店で売れるんですけど、そこで売ると高値で売れたりするんで、まあこういうリボンのウサギ倒してもこれドロップすることもあるんですけど、まあレベリングで使っても別に悪くはないかなって感じはしますね。まああとはそうですね、金属片も多分落ちやすくなると思うし、階層フィールドのレベリング、まあ無課金の場合はなんかやる前とかなんか終わる頃に、まあお香を使った状態でこのデイリーダンジョンやるときに、まあお香を使ってもいいかなと。これデイリーダンジョンってイベント一覧行くとあるじゃないですか。これ OK を押すと、まあ、また国鉄級行くんですけど、まあ、ここで武器熟練度強化編っていうのがあるんですけど、このデイリーダンジョンでもこのドロップアイテムに小中大瓶あるんで、まあ、中瓶と大瓶は本当にドロップすることあんまりないんですけど、まあ、これすぐ終わるんですけど、まあ、なんかやるついでに、まあ、お香をこれに使うのも、まあ、いいのではないかと。そうですね、パーティーでこのインテグラル系の武器の周回迷宮区連れてってくれるんだったらそれがいいです。13層以上の迷宮区、いやでも13、14、20はちょっともったいないかもしんないですね。25層、27層、35層のノクスインテグラルとかならまだいいと思います。その上の40層、47層、50層のルクスインテグラルとか、61層、74層、81層のロッソとかでもまあいいのかなと。まあ始めたばかりだったらノクス、ルクスあたりですかね。まあストーリー攻略中の人だったらいける階層が限られてくるので、まあ、低階層のダンジョン周回でもまあいいのかなと。ダンジョン周回ってあのモブモンスターから極意のハリビンショーがドロップすることがあるので、これ9層のダンジョン挑戦画面なんですけど、これドロップアイテムって押すとやっぱ極意のハリビンショーとか、だいたいどのダンジョンにもあるんですよ、この極意のハリビンショーってドロップアイテム一覧に載ってるんで、まあ、あとはそういう金属片ですね、ダンジョンボスから出る金属片のドロップ率も上がるんで、まあ、低層のダンジョン周回でもいいのかなと。まあ、4層の熊の森とかで、まあ、回復インゴット作るのもいいのかなって思いますけど、最初はね。やっぱ武具厳選の後とかやった方がいいと思うし。
まあ、それについてはその回復インゴットが実は使えるみたいな動画出したので、それよかったら見てもらえればと思います。やっぱ最初は賞瓶が手に入る集会で使うのがいいかと思います。賞瓶にお香を使うなら何に使えばいいのって質問が来たことあるんですけど、俺は25層ダンジョン奥地って書いたんですけど、25層ダンジョンの助動でもいいんじゃないかって最近思いますね。ちょっと始めたばかりの人だとちょっと実力的にちょっと心配なので、あ、でもこれちょっと宝箱遠いな。25層ダンジョン奥地だったら通り道なんですけど、まあでもここ倒してここから一直線バーって行って、ここ宝箱2個取ったらパーティーリーダー解散で一瞬でダンジョン案内人の前に戻れるんで、でクイックパーティーでまた入ってって、宝箱取ったら戻るっていうのも全然いいんですけど、まあそれだとあれお香は必要ないか、お香はいらないですね。そしたらこの25層ダンジョンお口は11層の迷宮区の宝箱取るやつより楽な感じしますよね。見た感じ2個もあるんで1回で、まあ、今の環境だと25層ダンジョン助動のがいいかもしんないですね。でやっぱりその宝箱って賞瓶が出ることがあるんですよ、稀に。だからなるべくその宝箱でも賞瓶が出るように、まあ、宝箱にそのお香の泥率が適用されるのか分かんないんですけど、まあ、宝箱でも賞瓶出て、でダンジョンボスからも、まあ、ダンジョンボスの金属片出やすいし、そのダンジョンボスの金属片のついでみたいな感覚でやるといいですね。だから例えばその迷宮区で行って迷宮区でもモブモンスターから賞瓶出るから、宝箱あるやつ40層迷宮区ちょうどとか、あ、ちょうど奥地かな、分かんないけど忘れたけど、で迷宮区行けばその武装石も出るかもしんないし、そのついでに、まあ、宝箱開けて、まあ、あとは迷宮区なら25層以上だったらモッド解放の3が出る可能性があるので、だから始めたばかりでそのボス周回とか自信がない人はダンジョン周回おすすめですね。奥地でちょっときつそうだったら助動でもいいので、まあ、35層ダンジョン助動とかでも全然いいのかなってちょっと思います。コルインゴットなんですけど、まあ、前コルインゴットがいい理由がねあって動画出したんですけど、まあ、それもね動画説明欄とかに URL 貼っとくので、で、まあ、迷ったらインテ系ですね。やっぱり迷ったらインテグラル系の武器はやっぱ強いので、ただ初期インテグラルに関しては、まあ、作る意味あるのかなっていう人も結構いっぱいいるの で、 まあ理由はやっぱ中瓶大瓶も手に入りやすいっていうのが大きいですね。やっぱ瓶がいっぱい必要なんですよね、このゲーム。やっぱ効率よく強くなるならいいし、あとイベントアイテムで武功の勲章っていうのがあって、メニューアイテム強化交換限定アイテム交換で武功の勲章と交換ってあるじゃないですか。でイベント集会とかしてるとスコア報酬とかなんかの報酬でこの武功の勲章っていうアイテムが手に入るんですけど、この武功の勲章でこの1回限定の方ですね、これ武功の勲章のバナー2つあるんですけど、このうちの下の方を押すとこのノクスインテグラル武器を作るための武装石1個だけ交換できるんで、まあ、ノクス系の集会いいんじゃないでしょうか、始めたばっかの人は。まあ、それにお香を使ったり、まあ、こういう名称ですね、さっき言ったカオス透明戦とか、カオス110まではパーティーでいけるんで、カオス110っていうのはこのカオス透明戦で倒すボスからドロップするアイテムで作れる冥黒防具の装備可能レベルによって名前呼ばれ方が違うんですよ。これカオス90って呼ばれます。上からカオス90、95、110、135、155、175って呼ばれます。だからこのカオスのカニはカオス135の周回って言われますね。まあ、いつだったかのアップデートでインテグラルシリーズって、これ初期インテのことなんですけど、インテグラルシリーズとノックスインテグラルの生産素材ドロップ率緩和されたんで、ノックスまでなら全然作りやすいと思うんですよ。で、まあ、迷宮区の口が一番ドロップ率高くて、でノックスにも全然使えるんで、まあ、インテ系、まあ、最初作るのノックスだと結構楽かなと思います。
あとはやっぱ、まあルクス始めたばっかだとルクスきついかもしんないけど、まあ例えば40層迷宮区奥地でボススルーしてもいいし、ボス倒さずに、まあモブだけ倒して、でボス部屋入って、でボス部屋に脱出口があるので、そこから脱出して、まあ周回し続けるっていう方法なんですけど、まあもっと解放のかけらが出るかもしんないでかいモンスターだけとにかく倒して、まあゲート解放のためのモンスターも倒して先進んで、まあそれにも使っていいのかなって思います。ほんと大変なので、まあ強い人なら、まあ61層迷宮区とか74層、81層とか上の迷宮区でも全然ね、いいですね。やっぱめっちゃ強い人は、今、この動画出してる時点では迷宮区の最高階層のところが、まあ、85層なんでそこで使うのかな、わかんないですけど、まあ、あとはカオス透明戦で使う人も、まあ、これが一番少ないんじゃないでしょうか、これで使う人が。でもおこを使って1個でも出たら100周分は周回しなくていいってことになるんで、で特に無課金は、まあ、名称のかけらすら出ないこともあるんで、もうほんときついんですよね。だから、まあ、これに使ってもいいのかなと。まあ、俺は、ちょっとカオス135のカオスカガチに使ったんですけど、おこを使っても最後まで出ませんでした。最初1分30秒とかだったんですけど、まあ、立ち回りとか編成とか、まあ、慣れてきたら1分以内、スキル編成、教えてもらって、まあ、頑張ったけど、まあ、1分以内、頑張れば、何秒だろう、40秒とかかな。で、なんか、そこそこの効率で回ったんですけど、まあ、最後まで出なかった感じでした。まあ、あとはその、前、YouTube のコメントで聞かれたんですけど、その、お香を使うタイミングってなんだろうって思ったんですけど、まあ、やっぱり、その、ボスを倒す直前に使うのがいいのかなって思うけど、やっぱ、ボスからね、希少ドロップ出るかもしんないってことで、やっぱ、その直前がいいんだけど、ボスって、と戦ってる間になんかボスと戦うのに夢中で忘れたりするんで、まあもうすぐ使うのがいいのかなって。あとはダンジョン周回は入ってからすぐ使ってもいいのかなって思います。ダンジョン周回、平凡な金属片とか有料な金属片とか、モブモンスターからドロップすることがあるんですけど、あれ結構お香で出やすくなるといいのかなって思うので、やっぱ使い忘れが一番きついですね。で、まあなんか無駄にならない使い道も教えてとか言われたんですけど、でもね、ダンジョンとか迷宮区、そのさ、ダンジョンから弾かれるとか、まあパーティーリーダーにサーバーが合ってない時に弾かれたりするんですけど、まあ何かしらね、通信障害とかあって読み込みが長くなったりすると、まあその分無駄になるからっていう人もいるんですけど、俺はさっき言った武装石とかは迷宮区の方がやっぱ掲示板よりドロップ率がいいんで、迷宮区の奥地で使うのが俺は一番効率がいいんじゃないかなって勝手に思ってます。やっぱモッド解放のかけらとかも出るし、今は必要なくても本当いずれね、無料オーダーとかで出ると1回でも本当モッドスキル当たるとめちゃくちゃ周回大変なので、モッド解放までに。で、なんか効率いい使い方とか無駄にならない使い道とかよく言うんですけど、一番良くないのは本当に期間内に使い切れないことです。大強化イベント VS 勇気プラス2っていう来ることもあるんですけど、まあ、それ来た時めっちゃお香もらえるんですけど、マジで使い切んねっていう感じで、1日でも使うの忘れるとか、なんか今日ちょっと疲れてるからサボろうかなって思って1日使わないでいるとマジで溜まってって使い切れなくなってくるので、もうね、ほんと溜まってきたらもう無駄なくとか言ってないですぐ使った方がいい。マジでね、効率悪いから使うの渋るなとかね、そんなこと考えてる人ね、マジで溜まったりするので、マジでね、ちょっと効率悪くてもさっさと使った方がいいです。本当に溜まってきたら、まあ、特に仕事忙しい人とかあんま時間取れない人とかもうすぐ使った方がいい。これマジでこれが一番ね、伝えたい。本当ね、使い切れなくて溜まったまま終わったとか、で、あとは何十個も溜まった場合は、最後の勇気のお香を終了する頃に確かメンテナンス来るのかな、メンテナンス来る直前にその持っている20個とか30個とか全部使い切ってからメンテ入ってください。そうするとメンテ明けからまだ効果時間が続いてたりするので、お香の期限切れみたいな来る前にね、全部使っちゃうのがいいと思います。
まあ、ちょっと前にコルインゴット集会 の、 あの35層壇上集会 の、 あの動画とか出したんですけど、まあ、俺はなんかそのコルインゴットまず欲しいのでコルインゴットに使ってますね。まだ43凸なのでもう本当に今の環境ブグ連星にめっちゃコル使うんでできれば80凸ぐらいまでは行きたいなってせめて思いますね。誰かの手伝いとかしてまあ行ってもいいのかなって思うし、その99凸しちゃうと誰かの手伝いとかで行ってもさ無駄になっちゃうじゃん。まあだから80何凸とかで90何凸とかで止めるのもいいのかなって思いますね。まああとは7層これがちょっと合成してもほんのわずかしか上昇率上がんなくて、なんかこれいっぱい合成したけどコル獲得量が1も上がんなかったっていう人いるんですよ。まあ、マジでさ合成率がこれわずかなので、まあ、本当にこっちの整数分が終わってる人用ですね。こっちの周回これ7層のダンジョン周回であの作れるんですけど、やっぱ上の層のダンジョン周回で作るこの整数分上昇するやつの方がやっぱ結構いいんですよね。こういうやつだいたいお香の使い道はそれくらいですね。まあ、この他にもなんかこういう使い方があるよとか、まあ、俺が言ってること間違ってたり、まあ、もっとなんか付け足すようなことがあるなって思ったらあの動画のコメント欄にコメントをいただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。